今回荒木さんが訪れたのは島田市にある富士の国茶の都ミュージアムです。こちらは静岡名産のお茶を五感で楽しめる博物館で、お茶に関する様々な体験ができ、お茶の文化にもたっぷりと浸ることができます。では早速、茶道体験をさせていただきます。教えてくれるのは、浦仙家の成瀬美佐子先生です。お茶碗をまず、はい、しっかりこのように押さえていただきます。はい。はい、そしてまっすぐそこまで入れます。はい。そしたら上下上下この動きでシャカ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 っと音がするくらい強く早く振ってみてください。私ども浦仙家はもう泡をいっぱい立てますし、はい、表仙家はあまり泡を立てないというね違いがあります。あ、すごくふわっといい香りがしてきますね。香りがしてきましたか。はい。泡が少しずつ立ってまいりましたね。はい。はい。ちょっと回したくなっちゃいますけども、ね、上下なんですね。そうなんです。はい、あまり泡が立たないんですが大丈夫ですかね。はい、はい、お手伝いしても大丈夫ですから。ありがとうございます。ちょっとだけね、はい、はい、もう少しね、はい、早めに、はい、こんな感じで、を攪拌する感じ。はい、はい、こんな感じで泡立ってまいります。はい。ではね、最後の仕上げです。茶せんを入れたままひらがなののという字を書くように回してください。はい、はい、そして真ん中からスッと、はい、はい、ふわっとなりましたね。すごい綺麗ですね。そうですね、美味しそうですね。はい、どうぞ召し上がってください。はい、さあいかがでしょうか、お味の方は。美味しいですか。美味しいです。はい、この抹茶も静岡県産なんですよ。藤枝の、はい、朝比奈地区というところで採れた茶葉で作っております。苦味がちょうどいいですね。はい、あ、そうですか。はい、はい、そしたら最後に水切り音と言いましてね、一番最後に音を立てていただくと、はい、美味しかったっていう合図になります。ぜひなさってください。なかなかですね、海外の方はちょっとこれはと言います、はい、なので良かったんでしょうか。そうです、はい、そうしましたら、はい、はい、まあ、ご自分の飲み口のところを親指と人差し指で左から右にスーッと拭っていただきます。この指はお菓子の紙で清めてください。はい、そしてお盆の上に返していただければ結構です。はい、これで、はい、体験はすべて終わりになります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。富士の国茶の都ミュージアムには他にも世界のお茶が展示されていたり、さまざまな企画展も開催されています。また茶道体験以外にも抹茶引き体験などもあるので、皆さんも存分にお茶に触れてみては。続いては御殿場市にある蕎麦所匠の里です。こちらでは三国屋そばの手打ち体験ができるということで、早速三恵さんが体験させていただきます。じゃあまず最初にですね、粉を混ぜるところから入ります。はい、でこちらちょっと色が白い方が小麦粉ですね。はい、で 粉の割合がそば粉6、はい、小麦粉4、6対4になります。6対4、はい、ちょっとね多少色が濃いの方がそば粉になります。じゃあまず最初にこれを指を立てた状態でミックス混ぜてください。はい、こんな状態でね、8の字を書く。はい、わかりました。では、あ、冷たい、割とね粉が細かい感じだと思います。はい、すごい柔らかい、ずっと触ってたい感じしますね。じゃあ次に山芋が入ります。はい、山芋を広げながら粉を抱え込ませるように、やっぱりそぼろ状にこう開くような形で散らすような形で混ぜていただきます。はい、はい、どうぞ。散らばせる、散らばせて粉をかける。お水は入れないんですか。山芋の水分がお水の量にまあ匹敵するような分量で、山芋が非常に多いです。絶対美味しい、間違いないですね。で固めないでこの散らすような形
そぼろ状態に混ぜ、で、大きな団子がない状態にちょっと混ぜていただけるとよろしいかと思いますね。そぼろ状に生地を広げたら、次はくくるという作業。混ぜた生地を一塊に練り上げます。次はのしの工程へ。でここでストップ、これを押し切らないでここで止めます。手前で、でちょっと多少回して同じようにこんなよりで、あまり大きく、ずらさないで、15度ぐらいこう回転させるといいかと思うんで、じゃあこれをやっていただきます。で手前の方がやりやすいんで、このぐらいのサイズまでちょっと同じように、中から外に、そうです。そしてまた回す。で、回して、でちょっと下から、オッケー。で、そうですね。いいですよ。置いて、にゃー、そうそう、にゃー、こんな感じですかね。オッケー、オッケー。もう一回じゃあやります。1、2、3。そうです。そうです。それでオープン。はい、ありがとうございます。これでもう非常にいい、四角形っていうかね。そしていざそば切りの工程へ。うまくできるかな。でまずやってますね。これで上げて落とす。もう落とした時に私どもこう包丁見てると送ってんです、この板を。手で引いてんじゃなくて。包丁で押してるんですか。包丁でこの駒板を押してるんです。すごい細い。これでも結構太いと思うんですけど、これ茹でるとちょっと膨らみますから、ちょっとやってみてください。包丁怖い、はい、ドキドキしちゃうね。大丈夫です、自信持ってやってください。はい、自信持ってやります。再度包丁の使い方をしっかりと教わり、実践へ。それでは伝授していただいたので切っていきたいと思います。ドキドキ。大丈夫です。倒して落として、あ、結構重い。落とすときにちょっとウエイトを乗せて、包丁に、ね、はい、ウエイトを乗せる、倒して、でコツンという音がすると非常によろしいんですけどね。そうで、そう、自分でそばの切り幅を思ったより太い見ながらその送りを小さく、太いってことは送りが大きいんですね。そう。わあ、あんないい音全然しない。倒して落とす、倒して落とす。みえさん、多少太さに違いはありますが、リズミカルに細かく切れていますよ。その調子。さあ、切れました。ここで口にずらしましょう。そのままずっと送っちゃってもらって大丈夫ですか。手そのところに手を触って、手を添えて、こんな感じか。そうです。これで、でこの上段の方を置いていただければ、こっち側置いていただければ。こっちに置きますね。はい。はい。うまくいきましたね。うまくいきましたね。切ったそばは君塚さんに茹でてもらい完成です。茹で上がったそばはこちら。麺の太さが一部不揃いですが、三重さん上出来なのでは？出来栄え的には何点ぐらい？60点。60点。60点以上 OK なんです。合格。合格、じゃあギリ合格ですね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。多分美味しいと思います。太さがまばら。ちょっとつけていただきます。おいしいでしょ。本当に香りが豊かで、あと歯ごたえが、腰っていうかね、腰があるっていうかね。でもね、そんなに打ってない中ではこれだけできれば、本当にエクセレントまでいかなくてもグーですよ。やったー、嬉しい。ちょっと次は100点目指して頑張りたいと思います。また2度3度来てください。はい、まず絶対行きます。おいしい。皆さんも週末の予定に、そばどころ匠の里でそば打ち体験はいかがですか？